皆さん、こんにちは。ドバイの高級車パトカーは有名ですが、日本でもかつてはポルシェやマスタング、フェアレディ Z などがパトカーとして活躍していました。税金の無駄遣いではと懸念される方もいらっしゃるかもしれません。でも、ポルシェやマスタングなどは車両を寄贈されたものが多いのです。そこで今回は昔あった珍しいすごいパトカーをご紹介します。1、ポルシェ912。1967年式のポルシェ912です。おそらく60年代後半から70年代のもので、なんとなくノスタルジーを感じます。神奈川県警、京都府警、愛知県警などで配備されていました。2、フォード、マスタング、マスタワン。JA 共済連、栃木が、栃木県警、高速隊に、寄贈した車両です。1973年から、1984年まで、主に、東北道で、使用されていました。現役を引退した後も、鹿沼市にある免許センターに保存展示されています。3、日産、フェアレディ S30 型 240ZG。日産から神奈川県警察高速道路交通警察隊に寄贈されました。1972年から1980年まで、パトカーとして運用され、引退後は日産自動車に返還されました。現在は同社座間事業所内の記念車庫に保管されています。4、日産スカイライン GTR-R34。 スカイライン GTR-R34 のパトカーは栃木県警、神奈川県警などで配備されました。フロントについているのは虫よけのバグガード。高速隊の車両にはよくある装備です。5、三菱 GTO。 全国各地の警察高速隊に国費で前期型、中期型、中期型 MR が導入されました。中期型 MR のモデルが国費導入の白黒パトカーでは初めてのドアミラーとなりました。6、ホンダ NSX。 ホンダが1992年、1999年に栃木県警に寄贈したようです。残念なことに初代 NSX パトカーは取り締まり中に事故を起こし廃車になってしまったようです。7、マツダ RX7。 1998から1999年に4型の RX7 がレーダー付きの高速隊パトカーとして7台導入されました。現在は新潟、群馬、埼玉の各警察でイベント展示用として残されています。8、マツダ RX8。 警視庁で RX8 の初期モデルが運用されていました。今話題のロータリーエンジン搭載車です。惜しまれながらも2014年に引退しました。9、覆面パトカーメルセデスベンツ。高級車の代名詞でもあるメルセデスベンツも覆面パトカーとして採用されています。主に要人警護などに使用する目的で、他にもクラウンなどの高級車が覆面パトカーに採用されています。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。